チャオ、ボンジョルノ、トゥッティ。本日はこのニンニクとこのちっちゃくてとっても辛い鷹の爪と、じゃん、この野沢菜の油炒め、これこの前僕が大好きなシェフロピアさん の, あのお店で開催された忘年会に参加した時に、まあ、長野に行っていたのでとても美味しそうだったので、この野沢菜油炒め買ってきてしまいました。で、今回このニンニクと鷹の爪と野沢菜を使ってオイルパスタを作っていこうと思います。今回のパスタなんですが、まあ、ロングパスタでもいいかなと思ったんですけれども、今回このちょっとソースが絡みそうなフジッリと言われるネジネジのパスタを使って作っていこうと思います。それでは早速作っていきます。
今回長野でお土産に買ってきた野沢菜の油炒めを使ったパスタを作ってみました。野沢菜の旨味をたっぷりとパスタが吸い込んでいてとても美味しくなりました。また今回プレゼントしていただいたこの七味、イタリア七味、普通の七味に比べてレモンやバジル、ガーリックなどの風味が加わっていてパスタにとっても相性のいい七味でした。美味しそうだなと思っていただけたらチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではチャオチベリアモー。